私たち若い娘にとって、あっ、電車の中って危険がいっぱい。その危険をドキュメントタッチで描く本日のズッコケは題しまして、あー、誰の手なんての。おい、いて押さないで。ちょっと、まあ、なんて乱暴。はい、どうもすいません。お嬢さん、足踏みませんでした今。いえ。まあ、なんてこぶんでしょうね、この電車。頭来ちゃう。あっつった。どうかされましたか？誰かが、私のお尻を、誰かが私のお尻を、ペローっと。まあ、痴漢だわ。痴漢よ、痴漢。まさか。あなた大丈夫なの？私ね、魅力的なもんだから、いつも痴漢に。ちょっとうるさいな、ババア。確かにまたすごい手で撫でたわ、あなた。あなただわ、その顔は。そうよ、私の周りにいる男はあなた一人。あなたがお尻を私のペロッと舐めたんでしょ、舐めたんでしょ。冗談じゃないですよ。僕はね、ほら、片手は釣り輪だし、もう一歩の手は。あ、その片手が怪しいわ。油断も隙も怪しない、もう。ちょっと、いい加減になった。ダメ。あなたはいつから痴漢に？ねえ、おばさん。ちょっと。キャーッとったけど、おばあさん、なんてこと。ね、若い方だけではそうなんです。いくらなんでもそれは悪いわ。こちらの方、今両手で釣り革持ってらっしゃるのよ。ちゃんとアリバイがあるわ。あ、両手で釣り革？でも、マリマリさん、でも男だからわからないわよ。他に一本あるかもよ。ちょっと、何ですか、この一本。じゃない、とにかくこんなエッチな電車になんか乗ってられないわ。あ、もうどこ、いや、ほんと困るから。本当にやらしい電車、ペロッと私のお尻。失礼いたします。どうもすいませんでしたね、助けていただいて。当然のことですわ。いつも電車でお目にかかりますね。何かの折、お近づきなりたい。ちゃんと喋ってください。何ですか？お近づきになりたいと思ってたのよ。そうですか、僕も近々お近づきになりたいと思ってたんですよ。じゃあ降りたらお茶でも。じゃないでしょ。はいでしょ。はい。でも気をつけてくださいよ。さっきのおばさんがほら騒いでた、いたようにさ、この電車には痴漢がいるみたいですから。いいのよ、さっき触ってたの私だから。すいません、突然でございます。でした。ちょっと、まあ、どうなってんの。作ってくれたもんですな。いい名前ですな、しじみちゃんなんて。ねえ、いいですか、次の夜の時、まるちゃんはどうしますかね。こういうインタビューで答えてくださいね、はい、必ず3つの中で選んでくださいよね。1、お風呂に入っているとき、いきなりドアを開けられたらどうするか。1、はい、慌てて頭から湯船に飛び込む。2、急いで桶3つで隠す。3、キャーと叫んで相手の出っ張りにしがみつく。さあ、マリちゃん、何番でしょう。1番です。あ、慌てて、ねえ、頭から湯船に飛び込むね。宇都宮さんの場合は何番ですか。そうですね、急いで3つで隠す。3つもないでしょう、1つしか。さあ、次参りましょう。2、次いきます。彼と待ち合わせているとき、犬におしっこをかけられたらどうする。ちょっと、宇都宮さん、ガタガタ歩かないですね、もう。ちょっと、まるちゃんごめんね、変なのがうろちょろして。かわいいわね、トモミカツさんってね。まあ、かわいい。これだけです、とりあえずは。彼と待ち合わせているときね、犬におしっこをかけられたらどうするか。1、犬を蹴飛ばし、引っ掛け返す。2、犬を警察に引き出す。人権問題だからと。3、彼が来たら、待ちくたびれて漏らしちゃったと言う。そして彼泣くと。さあ、何番でしょう。2番。もう犬を警察に引き渡すね。まあ、ねえ、人権問題だからね。もう見え張っちゃっていい答えばっかり。じゃあ、嘘でしょ。宇都宮さんは1。嘘。犬を蹴れば引っかけ返す。この人は嘘。私、マリマリだったらね、彼が来たらね、待ちくたびれてちびっちゃったって、そう言うと思った。ちびりたびーなんてね。3、次に参りましょう。もし頭の毛が全部抜けたら。1、黒い墨を塗っておく。2、
たわしをたくさん買って乗っけておく。3、離れを植え付ける。さあ、まりちゃんは5番。5番なんてない。頭貸しなさい。だって重くなるのかやってんじゃないんだよ、5番なの。何番ですか。じゃあどうしよう。正直なこと言いなさい。そう、見張らないで。黒い墨を塗っとく。たわしをたくさん買って乗っけとく。鼻毛を植え付ける。マリちゃん、だいぶほら鼻毛を向いてるからさ、鼻がバーッと出てるじゃないの。トリートメントしなさい、たまには。ジュンちゃんの鼻毛もらいましょうか。え、ウズミさん何番。3番よ。ジュンちゃんに鼻毛もらってさ、植え付けるわ。まあまあ、とにかくというわけでカセレコの匂いを皆さんできましたな。では参りましょう。とっても良かったです。いや、美味しかった。うん。ねえ、ねえ、サンドウィッチを食べてたの今。この曲の間に。うん、朝早く起きて食べてなかったんですって何も。あ、そう。サンドウィッチを。よかったわね。ゆっくり食べなさい。ね。とにかくね、来週のカセレコありますね。はい、バンバンのいちご拍手をもう一度です。どうぞお楽しみ。いますか。録音室の。あら、あの静子さんなら私と同じ部屋よ。谷村さん、静ちゃん。あ、変ね。さっきまでいたんだけど。じゃあいいんです。後で会うことになってますから。そうですか。どうもすいません。あの人は少し寒そうなジャンパーを着てました。静子さん、何してたの。男の人のお客さんが来たのよ。もしかしてさ、この男。あ、そう、その写真の誰。お客さんからね、お付き合いしろって勧められてる相手なのよ。今日の正午、公園の入り口で会うことになってるんだけどさ。あー、私運転手の佐々木さんの方がいいわ。あの人誘って映画に行くの。そんな。ねえ和子、あんた今日どうせ暇なんでしょ。さっきのあの人と付き合ってあげてよ。私はさ、病気だとかさ、なんだとか言ってね、任したわよ。しずちゃん、私行かないわよ。できて、私静子さんからの頼まれて、振られたんだな。ねえ、あの君、よかったら話していきませんか。なんとなくモテない同士って親近感があって、ええわって言ってしまった。
屋です。パン屋さん？ええ、向こうの学園通りの、もちろん住み込み見習いのね。私は静子さんの後輩のバスガイド。この町のことなら何でも知ってるのよ。ヘンリー・バートレッドという方が。ブブーブブーブブー。人と人との出会いはいつもこうして唐突。私たち10年前からの恋人のように親しくなってしまったわ。その日から静子さん、私佐々木さんに振られたのよ。悔しいわ。私やっぱり分相応に写真のこの人と結婚する。え、小沢さんと。あなた知ってんの小沢さん。うん、うん、この間言ったのね。お付き合いしてんの。とんでもないわ。そんなことはないわ。私たち2日おきに会ってたんです。本当は。静子さんが僕と結婚。カズちゃん、あの思い過ごしだよ。冗談じゃないのよ。いや、それは昔の話だよ。今の僕の恋人はカズ子ちゃん一人。よかった。実はね、今日田舎から電報来たんだ。電報。うん、親父が病気なんだよ。え、いや何ね、あの大したことないんだけどさ、あの血圧なんだよ。まあそんなわけで君のことを田舎の両親に話すチャンスでなくしちゃったんだ。まだいいのよ、そんな。ごめんね。しかしその翌朝、意外な電話が。信夫さんからかかりました。カズちゃん、親父がえ倒れたんだ。俺荷物まとめて田舎へ戻るよ。帰るって。でもまた帰ってくるわね。ああ、でも親父次第で何ヶ月後になるか何年後になるか。ねえ、いつ経つの。いつ。2時の汽車。2時。カズ子。あ、ねえしずちゃん、小沢さんのお父さんがね。あなた、やっぱり彼と付き合ってたのね。しずちゃん、お願い、あの人を2時の汽車で行ってしまうの。あの人にお別れ言いたいの。今日午後の勤務、しずちゃん代わって。ダメよ。え、早く支度しなさい。思わずダメと言ってしまった私。でも小沢さんは今では和子の恋人なのね。私にだって最後の情けはあるわ。皆様、本日も北部バスにご乗車ありがとうございます。市内遊覧2時間コースご案内は。あ、カズちゃん、静子さんがね、呼んで乗せてくれたんだよ。静子さんが。この泉は出会いの泉。この泉に手をかざした二人は再びここで巡り合うと伝えられているのです。いつの日かきっと。また会えるね、カズちゃん。さよなら、信夫さん。私たちきっとまた会える。
爽やかないいお話でしたね。え、今日のお話は都内目黒区の井口圭次郎さんからのお便りをもとにお送りいたしました。マリーマリーお疲れ様、どうだった？楽しかった、ね、とてもでも可愛らしかったじゃないですか。可愛いの ね。でもラジオドラマって難しいでしょう。ねえ、ね、初めてです。でもとてもでも良かったわよ、ね、年齢の差が出てね。どういうことですかそれ。私と二人が、私同僚よ。あ、ちょっと先輩。そうでしょ。皆様、私の前におりますこの顔は本当に何ていうか、アップの冴える顔ですよ。何ですか、何を言って。でもどう、今日みたいなお話、マリマリが本当に好きだったら、その人が帰るまで待ってますか。そうですね私待ってる。まあいればね、そして話まあとにかくね、本当はね、マリちゃんと2人で番組今日やりたかったの。やんなさい、やんなさい、じゃあ続けなさい。そう、じゃあマリちゃんやりましょうね。やんなさいよ。早速井口さんにはね、素晴らしいこのポケットカメラと今日のテーマ曲さよならこんにちはのレコードをお送りいたします。おー、そうかい。うん、この他にもそうなんだ、たくさんのお便り本当にありがとうございました。うん、どうすんだ。それでね、えマリマリ、ここ言って、はい、どうすんの。さて、来週のテーマ曲は八代亜紀さんのあなたに尽くしますですね。そうよ。そして、来週11月来週でしょ。ちょっとね、うまくいないってこれじゃないの。あ、ほんと。じゃあ順ちゃん言って。そうそう、じゃあ私、順ちゃんがいないと本当にできないわ。それだけ重要。わかったわかった。そして再来週11月30日のこの時間はマリちゃんはファンファーレどうぞ。パンパカパーン、パン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 パカパーン。はい、なんまり椿飛ばさないでよ、前から、ね、汚れちゃうんだからさあ、再来週11月30日のヒット作戦は1時間のゴールデンアンコール特集と決まりました。決まりました。忘れもしない今年の春、ほほ、山口百恵ちゃんと郷ひろみくんをゲストに呼んでお送りした小さな小さな物語。そう、百恵ちゃんは水色の、いや、分かって、わざとわざと受けようと思っていて、さっき今まですごく重要だってさ、褒めたたいたらこの始末。はい、百恵ちゃんは湖の決心、ひろみくんは花のように鳥のようにでしたね。そう、この物語2つを一挙にアンコール大特集。今年の春、聞いた人も聞き逃した人も聞き逃さず聞きましょう。そしてまだあります。今度はマリちゃん、内海さんの2人でファンファーレ。はい、パンパカパン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 パカパンパンパン。全然合わないのはやっぱり年に差があるからでしょうな笑うとエクボの出る場所があります。それは一体どこでしょうか。いきます。1、かわゆいほっぺの脇ね。2、お尻のてっぺんの両側。ちょっとマリちゃん見せてくれる。見せてくれる。お尻 の、 あのてっぺんの両側。両側、はい、あるの。うん、難しい問題なんですよね。3、かわいいボインの周りの胸毛の中胸毛の中に、うん、そうなの。ちょっと何番かしらね、かわいいほっぺの脇とかね、エクボの出るとこですからね。はあ、無駄宇都宮さんも毛深いですから、ブリーチどうですか最近。そんなにやってないの。そうですか、はい、うん、まあ、とにかく、マリちゃんのね、エクボの出るとこはね、どこでしょうかね。ほっぺかね、お尻のてっぺんの両側か、かわいいボインの周りの胸毛の中とか、いろいろあります。テレビをご覧になればすぐお分かりになると思いますよ。今週の商品はこの秋流行の素敵なセーターを2名の方に、天地真理ちゃんの色紙を20名の方に、はい、純と緑の色紙を20名の方に、はい、どれがキーワード、今日3つありますか。難しいんですけれど書いてくださいね、はい、クイズの答えの宛先は郵便番号160東京新宿区文化放送、純と緑の火曜ヒット作戦ずっこけクイズの係です。はい、先週の問題、どうぞ。人間の体の下腹部にね、下腹部にできる石で、はい、病気の一つだと言われるのは次のうちのどれでしょうか。さあ、まりまり考えて。はい、1、胆石。2、金石。知ってる？3、金石。さあ、まりちゃん、はい、金石知ってるって。そう、え、金石も知ってる？それは知らない。いやいや、まりちゃん、まず最初に下腹部ってのどこら辺だか知ってますか。下の方でしょ。いや、まあ、下だから、下腹、うずみさんどこですか、下腹部って。おへそから下のこと、ウエストから下のこと。はあはあはあ、足の裏もそうですか。それじゃ、そうよ、うん、正解は、はい、マリちゃん何番でしょう。さ、言っていいの。言っていいの。1番、胆石。うわー、当たった当たった。当たり前でしょう。そうですね、先週の当選者発表いたしましょう。緑の火曜ヒット作戦、今日は天地マリちゃんをゲストに迎えてお送りしましたね。ごめんね、せっかくカールした髪がトンカチでめちゃくちゃになっちゃった。いやいやいやね、しかしそういう内海さんもトンカチでほら顔がめちゃめちゃで、生まれつきですか、ごめんなさいね。ちょっと現状、すごく多いんですのよ。まあ、とにかくね、年中こういう企画のね、番組ですから、マリちゃんもこれに懲りずにまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございます。楽しかった。嬉しかった。幸せだった。
ね、何しろね、この番組朝早く始まりますけどね、はい、サンドイッチとかいろんなもの用意してありますからね、眠い時でもね、お腹空いてたくん大丈夫ですからね、遊びに来てくださいね。というわけで、まあとにかくマリちゃんね、楽しく過ごしましたけど、ね、あなたもかなり、宇都宮さん、はい、マリちゃんにトンカチでぶったじゃないですか。だってマリちゃんだってぶったわよ。ね、かわいそうなマリちゃんをぶった宇都宮みどりさんです、お相手は。だって、かわいそうなかわいそうなひどりちゃんをぶった井上純さん。構成は松本純さんでお送りいたしました。さて、再来週11月30日のこの時間は、ヒロミ・モモエの、ゴールデンアンコール特集をお送りしたいと思います。そして12月7日には、人気絶頂の野口五郎くんがゲストにやってくるヒット作戦、毎週聞き逃せませんわね。そうですね。というわけで、来週のカセットレコーディングは、バンバンのいちご白書をもう一度ですね。お楽しみに。はい、マリちゃんは今日はどうするの？日曜日だけど。お仕事？どうなの？忙しいのね、たまにはデートしなくちゃね。してください。いいよ。ね。じゅんちゃんしてください。うつみさんまたね。というわけで、ラジオ機の皆様。マリちゃんわかった。お風邪をひかないように寒くなりましたけどね。十分注意してくださいね。というわけで、マリちゃんまたね、遊びに来てね。はい。じゅんちゃん私来週まで。それでは皆さんまた来週まで。じゅんちゃん来週私。そうね。お母様によろしく。さようなら。風邪をひかないようにね。さようなら。さようなら。